じゃーん。やばーい、ひみさん。やばーい。ひみちゃん。片付けしよっか。少し。ね。ママもね、ちょっとお手伝いしながらやりましょう。はい。じゃあ、ちょっと始め。久しぶりだね、りみちゃん机、お片付けするの。うん。やばいね。普段机使ってないことがバレてる。うん、普段机使ってないから、ほんと。どう、綺麗になった？リミさん綺麗になりましたか？ちょうど1時間ぐらい掃除したかな？うん。どう？頑張った？頑張って出しました。リミさん。途中揉めてた。揉めてた？うん、なんで？これはパパのだから志保じゃないよって言ったらさ、うん、でパパのセットで置いとこうよって志保の子なんてさ、うん、で結局遊ばなかった。うん、パパのね、うん、あれだもん、たまにパパの紛れてるからね。それで揉めたの。どう、リミさん、最初よりはよくなりましたか？どう？でもあんまり変わってないよ。もうちょっと必要ですね。見て、うん、もう見て、どう、ここガラッと変わったでしょ。しこちゃんはまた後でね、変わったでしょ。模様替えした。模様替えした。片付けというか、片付けもしたけど、いや今は映さないでおくよね。リミさん途方に暮れてますね。まだまだ終わらなそうですね。じゃあちょっと次回に続くにしましょうか。とりあえず1時間は頑張ったのね。ね。はい。皆さん、じゃあね、まだまだリミさんの机のお片しは続きますね。ちょっともう途方に暮れちゃってるけどね、今若干ね。でもね、いつまでもね、このなんかゴミ屋敷ならぬゴミ机みたいな見えちゃう机をなんとかしないとね。うん、でも1時間でここだけこれくらいはできたから、また次はすごいかなね。とりあえずもうちょっと今ね、夜のね7時になっちゃったので、今日はここで終わりにしたいと思います。はい、明日学校だからね。そう、明日学校だからね。夕方寝ちゃったんだけどね。映ってない、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 映ってなくない？怖い。はい、じゃあバイバイして。バイバイ。また頑張ります。バイバイ。また頑張ります。バイバイ。あれ頑張ります。リミから聞こえるんだけど。あれ、リミまた頑張ります。頑張ります。グミペア。3時なおやつだ。